はい、皆さんこんにちは、今日はですね、研究プラットフォーム運用開発部門ジャムステックの中ではマーレと呼んでいますが、マーレの福場さんに、本の紹介をしていただきます。福場さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。微生物を、ずっと専門としてやっていたんですけども、ここのところ微生物を調べるためのセンサーを作っているということで、生物学と工学両方やっているという感じです。じゃあ1冊目はですね、ちょっとマニアックな SF なんですけども、谷光秀さんという方が書いた、SF の本になります。ジャンルとしては非常に、ハードな SF という本でですね、宇宙空間で、人類が戦争するという話で、あんまり明るい話ではないんですけども、ガンダムとか宇宙戦艦ヤマトみたいに、派手なロボットとかですね、あとは波動砲撃つとかですね、そういう、いわゆるちょっと、だいぶ先にあるような未来にあるような技術ですね、そういったものは出てこなくてですね、あくまで、我々が手が届くところにあるような技術を使って、宇宙に人類が出ていくと、どういうことになるだろうかと。福場さんの研究人生に何か礎になったりしてるんですか？そうですね、これを読んだ時にですね、その当時僕は海の中の微生物研究したので、表紙を見るとちょっとシャチの絵が描いてあったりので、海のことが書いてある SF なんだなと思って手が、簡単に手に取ってこう読み始めたんですけども、読んでいくに従ってですね、非常に扱っている内容が深いというかですね、海と宇宙とあとはエンジニアリングですね。で、エンジニアリング的なことが非常にかっこいいなというふうに思い始めてですね、それで僕自身微生物やりながらも、ちょっとその微生物を調べるための、メカみたいなものをちょっと研究としてやっていきたいなというのが、今の研究につながっているかなというところはあります。ジャムセックなんか特に海中ロボット作りますけども、どういうセンサーを積んでいるかとか、そのセンサーをどういうふうに使うかというところが、重要になってくる。今ちょっと作ってるのがこれは 3D プリンターで作った。ガチャガチャじゃないんですね。ガチャガチャみたいな耐圧容器。これ耐圧容器なんですよ。一応計算上はこれでも、1000メートルかな。1000メートル耐えられるはずなんですけども、今この中に、全部もう、基板も電源も含めて入ってしまうようなセンサーっていうのを、作っているところです。相当小さいですね。SF にもそういうのって出てきてたんですか？実はこの本がですね、今から出たのが30年以上前の SF なんです。その当時あるのがですね、大体スーパーファミコンぐらいのコンピューターですね、世の中にあるのがですね。その当時からもうちょっと先にある技術で自動制御をしようというふうに考えた時に、なかなかコンピューターだけでは自動制御できないかなと。それで考えたのが、生物の脳みそを使って脳を組み込んで、自動制御させると。で、同じ3次元空間である海の中に生息してて、そこそこ知能があって、群れで活動すると。で、攻撃的な種族ということで、この表紙にある、このシャチが選ばれて、このシャチの脳を取り出して、宇宙の戦う戦艦に組み込んで、自動制御させるですね。当然我々は脳みそを組み込もうとしてるわけじゃないんですけども、コンピューターを組み込んで、海の中で自分で考えて行動するロボットっていうのを今まさに作ろうとしているというところなので、そういったところでもですね、30年ぐらい前にそういう発想になってるっていうのは非常に面白いなという。次の本がですね、これはちょっとまたえらく違うんですけども、うなぎ1億年の謎を追うという本で、これは日本のうなぎ研究の、かなり有名な先生である、塚本先生が書かれた、小学生向けに書かれた本なんですけども、もう先生は40年間ぐらいですね、うなぎをずっと追いかけていて、特にうなぎがどこで産卵しているのかということを、ずっと追いかけている先生なんですね。海の中で、そのうなぎの産卵シーンを撮影するためのカメラを作ってくれないかと。うなぎを撮るカメラなんで、うなかむっていう。うなかむ、うなかむ。うなかむ。毎年、ジャムセックの船で航海に行ってですね、マリアナ沖でカメラシステムを沈めて、撮影に挑むと。40年間ずっとうなぎを追っかけてこられたそのストーリーがやっぱ面白いなというふうに思ってですね、それがまとめられているのがこの本になります。で、一番最後のところにですね、最新の取り組みとしてそのうなかむの話も少し載っているという本です。とにかく本当にうなぎに情熱かけた人ですね。すごいですね。すごいですね。僕もそのカメラシステムについては僕は専門じゃなかったので断ろうと思ったんですけども、その勢いに押されてですね。でそのやっぱり熱い人の周りにはやっぱり熱い仲間が集まってるんですよね。そういうのにちょっと触れるとですね、かなりこう、影響されてですね。そうですね。これを見ていただければ大体ですね、海の上でどういうふうに研究をしているのかなというのが雰囲気が掴んでいただけるんじゃないかなと思います。
あ、なるほど。だからうなぎ研究という側面と海洋研究、海洋観測という側面の両方があって、はいはい、さらに研究人生、研究人生ですね。はい、とてもあの文章が うまいというとしてですけど、非常に読みやすいと思います。